皆さんおはようございます。今日も今朝の一曲いってみたいと思います。昨日はライブ配信ご参加いただきましてありがとうございました。はい、ちょっとね、嵐屋さんがね嵐屋さんが出現しましたが、ああいう人たちはですね、ぜひガン無視してあげてください。はい、戦ってもですね、勝てませんから。ああ言えばこう言うで、いつまでたっても終わらない人たちなので、もうああいう人たちはもうガン無視してあげてください。僕もね、炎上とか狙ってるわけじゃないんで、ああいう嵐屋さんが現れた時はすぐ非表示にするようにしますので、ね、せっかくみんなで楽しんでるところに、嫌がらせのようにね入ってくる、ね、まあかわいそうな人だなと思ってあげてほしいなと思います。はい、それでは、昨日ねちょっと歌えなかった、木枯らしの季節を歌いたいなと思います。この頃の浜田省吾さんの声が僕は一番大好きで、甘くてね、甘くてなんともこう可愛らしいっていうか、キュートな感じの歌声、そんな歌声は僕は出せないと思うので、地声で歌いたいと思います。それでは聴いてください。浜田省吾さんの木枯らしの季節。必ず迎えに来るよきっと、小雨のプラットホーム、あの子の濡れた横顔そっと抱き寄せ口づけ、さよなら一つ一つの思い出が遠ざかる小さな町、届かない夢を僕は追いかけてみたかっただけど、君と引き換えに寂しさ手に入れただけさ、一日おきの手紙がいつか一月ごとになり、今すぐ帰ってきてとあの子震える電話の声、許してその一言で途切れたまま、ただ唇を噛むだけ、気づいた時には君を失ってしまったと、今はもう木枯らしの季節、気づいた時には君を失くしてしまったと、一人さまよ今はもう木枯らしの季節。はい、ありがとうございます、ね。あんなね甘くてね、あのセクシーなあの声を出したいなと思うんですけどね、ね本当に羨ましいなと思います。はい、今日は火曜日ということで、今日はですね、
先日、土曜日かな、うちの店に来て、ここでライブをやりたいんだっていうことでね、あの歌ってくれたもう天使のような歌声の、マリさんっていうね、ブラジルのシンガーさんが、今日遊びに来てくれるっていうことなので、とても楽しみにしてます。もしね動画を撮って、アップできたら、アップできるかなどうか分かんないですけども、ぜひ皆さんにも一度聞いてもらいたい、あの天使のような歌声で、もうルックスもね本当に可愛らしくて綺麗な、方だったので、楽しみにしてます。はい、それでは今日も皆さん頑張っていってらっしゃい。